家族全員の満足度が高い車です。エクステリア内装が黒の8人乗りはこのグレードだけだったので必然と決まってしまいましたが、妻がエアロタイプの見た目に惚れ込んでいたので結果オーライだったと思います。ボディカラーがホワイトパールクリスタル社員なので車体がより大きく見え、フロントのメッキ部もブラッククロームなので引き締まった印象を受けます。インテリアドアの内張り等プラスチック感にがっかりすることもありますが、全体的には高級感をしっかり感じます。しかし子育て世代としては室内の収納スペースが足りません。その代わりにラゲッジ下の収納はスペアタイヤがあっても必要にして十分な容量があり、普段は使わないけど必要なもの、子供用毛布、買い物袋を入れております。ルーフカラーイルミネーションは子供たちに大人気です。シートは硬さ、ホールド性も腰痛持ちの自分にはちょうどいいです。汚れ対策にシートカバーを装着しましたが、ホールド性に変化はありませんでした。父、身長180センチが半車椅子生活なのでステップが低く、ルーフが高いので乗り降りが楽で非常に助かります。アシストグリップも素晴らしく、前車で苦労していたことが一気に解決されました。ラゲッジに車椅子を積んで家族7人が乗車しても車内は広々としています。スライドドアのスイッチがオーバーヘッドコンソール部にあり、開閉にいちいち上を向く&手を伸ばさないといけないのが手間に感じるので移設してしまおうか悩み中です。エンジン性能、車外で聞くエンジン音はガチャガチャと雑な印象です。直四なので期待してはいけませんが、発進時は AT のレスポンスに慣れた体では CVT 特有の鈍い印象を受けますが、市街地や高速はストレスを受けることなく走ることができます。東方山間部住まいということもあり、上り坂でストレスを感じるのでわと不安に思っていましたが、少しアクセルを踏むだけで AT のようなシフトダウンの引っかかりを感じることなくぐんぐん登っていきます。 4WD ということでアイドリングストップが標準装備されており、始動時に微弱な揺れを感じますが、アイドリングストップがちゃんと機能していることが伝わるので特に気にしてませんわら。走行性能、ディーラーでは滑ったら 4WD になると説明されましたが、普通に走行している状態でもこまめにリアへ駆動がかかっています。経験上この手の重量物は滑ってからでは手遅れなので安心できます。ブレーキはなぜか分かりませんが試乗した ZA に比べ効きがいいです。その分ブレーキダストの量がすごいのでパッドの寿命は短そう。あとは ABS が過敏すぎると雪解け真っ最中をはカチカチに凍結した路面では軽くブレーキを踏んだ瞬間に ABS が作動しコントロール不能になったりするので過敏すぎないことを願います。視界については左前と後部の視認性が悪く思いますが、ミラーやバックモニター、クリアランスソナーのおかげで不安なく運転できています。 LED ヘッドライトは明るいと思います。ただ LED は広がりのある光を放つ HID やハロゲンとは違い直線的な光なので、街灯のない道を走行すると光が当たっている部分とそうでない部分の明暗がくっきりするため慣れるまでは違和感を感じると思います。ブレーキホールド機能は非常に重宝していますが、エンジンを切るたびにオフになってしまうのが残念です。高速に乗った際オートクルーズコントロールを試してみたのですが、前走車との車間が詰まることなく車間を保ちながら走行してくれるのでとても楽でした。しかしバス停進入路で減速していた高速バスに反応し減速を始めてしまったのには驚きました。バスが右に自分が左に寄りすぎていたからかもしれません。乗り心地、先代の乗り心地は知りませんが、過去に所有した車の中では間違いなく一番の乗り心地です。それを実感したのは前車では走行中でも騒いでいた子供たち8、6、4歳が全く騒がなくなったことです。長女、次女に理由を聞いてみたところ乗っていて気持ちよいからと即答されました。
子供ならではの素直な感想なので大人が言うより説得力がありました。心配していたロールも山間部の曲がりくねった道を普通に曲がる分には気になりません。ただ一気になる点といえばハンドルが戻ろうとする力が若干強めにかかる時があるので女性だと腕に疲れを感じてしまうかもしれません。燃費計算時の入力を間違えていることに気づき再計算したところリッター 10.1 キロでした。山間部7割、市街地 2.5 割、高速 0.5 割を2000キロプラス 4WD を 2.5 リッターエンジンエコモードで走行してこの燃費なら文句のつけようがありません。価格、車両は価格通りの性能を有していると思います。よくこの車を購入したと知った人から高級車と言われますが Z についてはよくできたファミリーカーという印象です。オプションはどれも高いように感じますが機能を理解しその中でも本当に必要なものだけを選んで装着するのであれば納得のできる価格だと思います。フロアマットに関しては自分の場合値引き対策として純正品を装着しましたが社外品で十分だと思います。MOP ナビの前後で違うメディアが再生できる機能は本当に助かります。子供のアニメから解放されました。総評、妻からこの車が欲しいと言われた時は心底悩みましたがいざ購入してみると乗る人全員の満足度が高い車で本当に買ってよかったなと思います。運転していても疲れや不満を感じることがないので長距離運転をせざるを得ないお父さんにはもってこいの車ではないでしょうか。わら妻や後輩からはこの車は運転する車ではなく乗る車だと大絶賛されております。その証拠に自分も乗り心地を味わいたいのに誰も運転を代わってくれません。泣き